佐賀競馬のレース展望番組佐賀競馬パッカル情報局第百九十二回四月五日日曜日レース展望こんにちは進行の青木里奈ですそして今回の解説は競馬専門誌日本一の永瀬さんです永瀬さんよろしくお願いしますよろしくお願いします今日はあの重賞競争がございますので全、はい、頭紹介ございます、はい、ぜひ皆さんにも楽しみにしていただきたいなと思います、はい、よろしいですか よかろうも <laughs> なんでさっきしっかりネタを作ったじゃないですか。よかろうもん、まあ、そ,そうです。こうですね。よかろうもん長瀬になっていきますんですみませんごめんなさいねそんなことさせちゃって芸人さんじゃないのにですね。はい次からぜひ使ってください何かあったらよかろうもはいはい、はい、ぜひ皆さんもお使いになってみてくださいすみませんね長瀬さん。<laughs> まあそれでは、えー、今回ですね解説の前にご覧の皆様に大切なお知らせがございますこちらです。 佐賀競馬場では政府からの新型コロナウイルス感染拡大防止に係るイベントなどの中止、延期または規模縮小などの対応要請を踏まえ4月4日土曜日5日日曜日,のえ日曜日は無観客競馬での開催とし佐賀競馬場およびトゥルー・トストゥルー・サガドリーム・中津の各場外発売所への入場をお断りしています。 そのため、受託場外及び J プレイストス窓口での発売払い戻しも中止いたします。期間中は電話またはインターネット投票をご利用ください。 そしてお手持ちの JRA のカチウマ投票券の払い戻し有効期限につきましては JRA ホームページをご確認ください佐賀競馬を含む地方競馬の12月29日から2月26日に発売された2月27日以降に期限を迎えるカチウマ投票券払い戻し期限は、えー、発売・払い戻し業務再開から60日後といたします なお、具体的な再開日程につきましては、決定後、改めてお知らせいたします。お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解・ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。さあ、それでは、解説、始めていきます。今回の展望レース、改めてこちらです。第百九十二回四月五日日曜日展望レースは、重賞レースの第十レース。 グランダムジャパン2020佐賀テレビ杯第19回ルプランタン賞と4月から午後7時台の発送となりさらに遅くまで楽しめるようになった佐賀競馬の最終レース第12レースの春陽特別 B の1組の2レースをお送りしますまずは重賞レース展望です第10レースグランダムジャパン2020佐賀テレビ杯第19回ルプランタン賞3歳牝馬オープンです 距離、千八 1800m 午後6時10分発送地方全国交流サラブレッド系3歳牝馬11頭立てとなっています重賞競争は出走馬全頭をご紹介していきますそれでは永瀬さんよろしくお願いいたしますまずは1号馬兵庫競馬所属小恵美はいえー、っとですねそのだとですね姫路で2勝をし上げている馬ですけど、まあ、1700m 以上の距離ではですね 馬券圏,圏内外してませんし、まあこのレースに向けてですね、調整も順調にできている感じですからね。まあ小柄な馬ですけど、輸送さえうまくクリアできればですね、チュイアラスに参加できる力はあると思います。二号馬兵庫競馬所属菊の七。はい、その他のですね、千四百メートル戦で二勝を上げている馬ですけど。 まあ直前のですね3歳 A 特別 1870m 戦初めてのですね長い距離でも長くいい足使って4着してましたしまあレース内容からもですね距離は欲しいタイプだと思いますんでねまあ先のですね先着場もいて展開は鍵を握ると思うんですけどまあこのメンバーならですねある程度は前も流れると思いますし時計のかかる展開ならですね出番がありそうな感じはしますけどね。号ミス鹿児島 そうですね、遠征を省けばですね地元佐賀では8戦、半勝と負けなしですし、まあ、中間もですね攻めの動きは文句なく、まあ、今回もですねいい状態で挑めると思いますんでね、まあ、交流レースになりますからね立ちくとの力関係だけですけど、まあ、ここでもですね期待を持てるぐらいの素質があるまですし、まあ、引き続き続注目したいですね4号馬、高知競馬所属スターウェスティア。はい まあ、高知のですね 1400m 戦で2勝門別の1006でも勝っている馬ですから、まあ、佐賀ので、ね、1008にもですね対応できると思いますが、まあ、逃,げ逃げ先行で構想が多いことを考えるとですね多少展開が気になるところですし成功、まあ、法に持ち込めればですねそこそこやれても良さそうなところですから、まあ、展開ですねこの馬の理想の展開に持ち込めるかだけだとは思いますね。 続きまして海1月のですね花吹雪賞三着馬で前走の佐賀弥生賞佐賀デビュー馬限定レースで、まあ、2勝目を決めたんですけどまあ協力メンバーも揃いましたけどね。 まあ今回もですね状態面は良さそうですしまあ距離もですねこれぐらいが一番ベストだと思いますんでねまあ確実に追い込んでくるですね末脚はですねここでも魅力がありますから、まあ、展開次第ではですね馬券圏,圏内に注意,注意が必要だと思います。6号馬ーーェガール、はいまあ、この中間もですね元気の良さは目立ってましたし、まあ、最近はですね差しに回ってしっかり足も使うようになってきましたからね。 まあレースごとにですね成長しているのは確かだと思うんですけどまあ今回はですねあえて関係揃ってますからねまあこの馬の展開にならないと勝ち負けまでは厳しいかなという印象は受けます号前回はですね休みを入れて馬体重も戻ってましたし走りを見てもですねリフレッシュ効果が十分にあった感じでしたからね。 まあ以前はですね距離伸びて甘いところがありましたけど最近はですね差しに回ってしっかり足も使うようになりましたし今だとですねこのぐらいの距離でもしっかり対応できそうな感じがしますんでね、まあ、状態的にもですね前回以上やれそうな感じがしますんでね、まあ、今回は代わりに注意したいところですね。号北かから北娘はははい、まあ、今回でででですすすねねここに向けけけて間間隔を空けたんんど中間はです、ね、しっりりと乗り込んで まあいい動き見せてましたんでねまあ、力はですね出せる状態だと思いますし、まあ、前回はですねミス鹿児島に千葉シほど4コーナーで先頭をかわすシーンもありましたんでね足の使いどころ次第ではですね、まあ一発もある可能性ありますんでねまあしっかり自分の競馬にできればですねまあやれないことはないと思いますんでねまあ、一発注意が必要だと思います。 続きまして9号馬トップレベル、はいまあこの馬もですねここに向けて間隔を空けてしっかりと乗り込んできましたし、まあ、馬体の感じもですね徐々に良くなってきてますんでね、まあ、これからですねどんどん成長していく馬だと思いますし、まあ、ミス鹿児島にはですね何度か敗れてるんですけど、まあ、今回はですね状態的にももう少し差を詰めてこれそうな感じがしますんでね、まあ、外目の枠も好材料ですから。 まあその兵庫からのですね参戦になるんですけど、まあ、実績的にはですね、まあ、上位の存在ですし、まあ、兵庫クイーンセレクションですかね、まあ、この時4着してましたし、まあ、その時の走りを考えるとですねミスカゴ島もですね甘く見れないところだと思いますんでね。 まあ距離にもですね。しっかり対応できそうですしまあ、あとはですね。スタートがですね。ちょっと若干ムラがありますんでね。その辺まあ、流れが気になるところではあるんですけど、まあある程度ついていければですね。十分好勝負できる力はあると思います。11号馬兵庫競馬所属ネイチャーアモーレはい。こちらもですね。兵庫からの参戦なんですけど、まあ、ここ最近もですね。しっかりと掲示板詰めてきてますし。しまあ、距離がですね。 あどうかなというところはあるんですけどね、まあ、客,室客室的にもですねやれないことはないと思いますから、まあ、ただですね相手関係もですね揃っているところはありますんでね、まあ、展開が向くかどうかで結果も変わってきそうですけど。以上、全11度を紹介してまいりましたが、永瀬さんの注目場改めてお願いしますはいまずはですねやっぱり3番のミス、鹿児島ですね。 まあ地元の期待っていうのもありますしまあここに向けてですねベストな状態で今回も来れてますんでねまあ距離的にも不安はない馬ですからまあここはですね今回もですねこの馬に期待したいですね。それから、兵庫の筆頭馬ではですね10番のカトゥールですねやっぱりミス鹿児島にもし活動すればですねこの馬かなというふうに見てますんでね。それから9番のトップレベルと 8番の北から北娘もまあいい状態で来てますんでねまあ、この馬まで注目したいですねありがとうございましたそれではえ重症レースで気になった馬を私やオけが1頭ピックアップするコーナーリーナの一押しに参ります今回のループランタン賞の一押し馬はこちらでございますエンゼルリーナでございますやっぱりねエンゼルリーナですからねリーナですからね、はい、どんなこのメンバーの中でどんな走りをするのか楽しみにしたいなと もう本当に楽しみです、はい、そしてそのミス鹿児島もねもちろんあの気になるところなんですがつながってますもんねそうですねで<は>この流れでどうかやっていければいいなと注目しておりますさあそれでは続いての展望レースに参ります展望レースその2はこちらです第12レース春陽特別 B の一組の出走メンバーです距離ダート1750メートル 午後7時15分発送サラブレット系3歳以上11頭立てとなっていますそれでは長瀬さんの注目はお願いしますはいそうですねまず調子がいい6番のクベーラですね、まあ、前回ですねジャングルキットっていう連勝馬がいて、まあ、2着でしたけど今回はですねそのカチュマ不在ですし、まあ、中間もですねビシバシ乗り込んで、まあ、状態の良さをアピールしてましたんでね まあメンバー的にはですねチャンスを迎えたところかなという印象ですから今度はですね頑張ってくれそうな感じがしますけどそれから5番の昇進ですね、まあ、前回はですね久米らに続く3着でしたけど、まあ、しっかりとですね伸び,伸びてきてましたし、まあ、そうですね久米らがですねやっぱり着差以上にいい系はしてましたんでね、まあ、力の差はあると思うんですけど。 まあ展開さえ向けばですねもう少し差は詰まりそうな感じですからまあ、この馬との勝負になるかなというふうに見てますそれから一番の T.M. 引っ走りですねやっぱり逃げた時がですね一番強い競馬できてますんでね今回はですね、まあ、攻高を生かして先手取りそうな感じがしますからまあもしですね一発あるならこの馬かなというふうな感じもしますけどねそれから11番のウェーブキングも ま堅実に走ってくれますんでねここも不発はないかなというふうには見てますありがとうございましたぜひ皆さんご注目くださいそれでは以上佐賀競馬パッカル情報局第192回4月5日日曜日レース展望でした佐賀競馬パッカル情報局次回の配信は4月11日土曜日12日日曜日の展望を4月10日金曜日の夕暮れ時に配信しますそれでは来週は金曜日の夕暮れ時にお会いしましょうさようなら